ンチッチほど0点で抑えます。わかりました。はい、ドンチッチがじゃあ点決めるたんびに、うん、ビンタしてください。うん、ビンタこんにちは。ってことで、今日はですね、とんでもない検証をちょっとするんですけど、もうこれ見てわかる通りですね、オクラホマシティサンダーのメンツですね。これ見てください。もうめちゃめちゃです絶妙な、なんかアウさんが名前知ってるけどどこにいるかちょっと曖昧な選手たち。でもブランドン・クラークとかジャクソン・ヘイズらへんは知らないかな。ただフォックス、エリック・ゴドン、ヘイワードぐらいは知ってるでしょ、名前わかるよね。サンダーがまず誰がいるのか多分分かってないと思うから。でもこれもう全員変えました。ベンチも変えたんで、ベンチもまたね絶妙な、カンパストとかカミンスキーとかジェフ・グリーンとか絶妙でしょこれ。しかもメーターもちょっと近いんだよね、現実のサンダーと。これでまあちょっとね、検証というかね、果たしてこの俺が作ったオリジナルのチーム、果たしてこれに気づくのか。多分アウさんサンダーについて知らないと思うから全然。でまあもう一つは普通ですね。でまあマブスでしよっか、ドンチッチいるからもう分かりやすいでしょ。それこそさ、ドンチッチがサンダーにポイントガードとかいたら、さすがにそれはね行ってくると思うんだよね。でもこれマジでバレないでしょ、メンツすごくない。だってこれこっちのスターティングファイブが上からキングス、ロケット、ホーネッツ、グリズリーズ、ペリカンズか。もう俺もなんか頭ごちゃごちゃになってきた。ってことで、この俺が作った架空のチーム、果たしてバレずに最後までできるのか。で、まあちょっと俺操作しようかな。まあこれなんとなくだけど、あんま別にこれどっちが勝つとかそういうあれじゃないんで、検証なんで、まあ俺が操作してもいいかなっていう感じですね。明日撮るんですけど、アウさんと。今、前日の夜に撮ってるんで、だからこれが暗転して、とうとうこの日が来てしまったって始まるので。はい。まあ、俺の予想は、まあ、気づきませんね、これは。これは気づかない、絶対。ヘイワード、今、サンダーにいるんだ、とか、エリック・ゴードンって今、サンダーなんだ、みたいなのは、多分あると思うんだけどな、一回ぐらいは。ただ、フォックスとかあたりになるともう知らないのかな。これでちょっと、やってみたいと思います。とうとうこの日が来てしまった。実況私、ジュンカビラ。解説は毎度おなじみ、青木アウタルさんでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は、これ明日の試合ですね。ね、日付変わって、12日の金曜日。あ、そうです。ということで、操作していいですか？あ、今日はジュンジュンさんが操作するということで。いや、マブスが強いんですよ。マブスといえば、ドンチッチ。そうですね。一番注目の。うん、はい。で、まあ、サンダーはちょっとなんかいまいち乗れてないんで、うん、はい。じゃあちょっとこれをやっていきたいと思います、早速。あと、ドンチッチを止めたいっていうのもちょっとありました。ドンチッチを止めることはできません。アウトレットパスに気をつけてください。アウトレットパスに気をつけていく。はい、おっと、これはこれ本当は BGM 流れてるんですけど、うん、消してるんで著作権の問題で。ドンチッチ。はい。あ、ゴードン。はい、エリック・ゴードン。ゴリック・エドン。ゴリック・エドン。ゴリック・エドンが入りました、はい。ダブルクラッチを決めていく。お、だいぶ僕の知らない、はい、あ、ポルジンキス。ポルジンキス知ってますよね。さあ、ジャンプボール。あれ、勝てなかった。あれ、俺操作してるよねこれ。あ、操作してるわ。なんか久々なんだけど。でも俺もこれ操作しながら自分で実況するんですよね。うん、自分で。わかりました。はい。まあ、全然さんは操作に専念してください。わかりました。あ、でもいいですか。ちょっとでも一緒にこう喋りながらね。もちろんです。はい。はい、さあ、スピードスターフォックス。フォックス？フォックスは知ってます？はい、来たー。レイカーズにいた。あ、レイカーズ。あ、うん、よ。ジャクソンフェイズ。知らない選手。知らないですか。うん、だからドンチッチをほんと0点で抑えます。わかりました。はい、ドンチッチがじゃあ点決めるたんびに、うん、ビンタしてください。わかりました。はい入ってるからね、入ってるから。あとドンチッチ、あれは開けちゃいけません、はい、もうちょっと音鳴る感じでお願いしますまあまあ強かったと思うんですけど。はいよあー、なんか操作してる感じするな、この同じことを繰り返す感じ。そんなことないですよ、うん、いや操作しないとなんかこいつらチンタするじゃないですか、うん、わかります。まああと負けてくるとジュンジュンさんマイク当たりますあ、だからそれやめます。なんかちょっとやっぱちょもうちょっとリアルね。わかりました、はい、ドンチッチがダメですよ。ドンチッチが決めたらビンタしてください。わかりました、はい、ちゃんと 音があるビンタでお願いします。サンダーにいたアダムス。アダムスは今もういないですね。アダムスどこにいるんだっけな。おいこんないるの前に。あー、なんか操作してるっぽい感じの。普通あんなパスしないもんね。だってあれなんでメーター出てんだ。ちょっとメーター消していいですか。いやもう任すけどメーターでどこの話をしてるのか全然わかりません。私はおい、はい、この演出があるんですよ、操作すると。あ、なるほど、寄るんだ、はい、
はい、すいません、お騒がせしました。わがままです、すいません。はい、ゴリックエドン入っちゃうよ。ああピントの準備してました。声も見えたよ。まあドンチッチは今最も油を乗り切った選手。ああやっぱね、ジュンジュンさんがそうすると、はい、ディフェンスがハードめになります。そうですね、でもあの前から当たるのやめます。わかりました、はい、ちょっとね、あ、うん、なるべくちょっとリアルつまんなくなっちゃうね、見てるこっちが、はいはい、よりリアルにやればいいんですよね。だから残り時間、残り時間少なくなったらやってください、はいはい、これどうですか、これこれどうですかって、このゆっくり運び方どうですか。じゃあエリック・ゴードンが、サンダーやっぱちょっと知らない選手が多いですね。あ、いいステップ、いいですか、どうですか、いいステップっぽいですよね、フォックス、はい、ドラゴンボール大好き。そうなんですか。はい、そうなんです。結構なんか多いですよね、あの NBA 選手、まあ、海外の人、そうか、日本のアニメが、いやいや、あの日本人もそうです。え、じゃあ海外の選手が好きじゃないですか。いいですよ、本当にビンタして嘘言ってたらやめてください、そういうのちゃんとビンタしてください。逃げたろ今、さっき一発目逃げてないですよ、一発目逃げた、ビビってちゃんと顔を持ってこい、顔を。あー惜しい、あー惜しい。だからあんまり点数がつくことがないかもしれませんね、はい、そうですか、でもまあ点を展開は早くなりますよね、絶対、いつもこいつはチンタレやるじゃないですか、なんか知らないけどチンタレやります。よっしゃ、 あハワード、ハワード、あ、ヘイワード、ヘイワードですよ、ハワード、唐突な、あ、もうこれ大丈夫ですよ、いいですよ、これ結構いってんだけど、ここでまずタイムアウトです。タイムアウト、ここまで見てどうですか、アキさん。完全なる膠着状態です。そうですね、11対11、今日じゃないですか。あ、本当だ、ポッキーの日。ポッキーじゃあ買ってきます、帰り。好きじゃないんだよね。そうなんだ。カンパスがここで入っていく。ポッキーって何がうまいの？うまいじゃないですか。いや、なんか細くない？あ、まあ、でもなんか近年細くなってますよ。なんか何でも小さくもなってるし、なんか何でもそうじゃないですか、食べ物。でもセブンイレブンのお弁当底上げ問題とかあったじゃないですか。なんか知らないな。オッケー、どんじち出てない今。いや、なんかもうちょっとチョコいっぱい食べたいし。あ、危ねえ、出てきた。もうちょっと、あ、でもそれはまあわかります。クッキー食べたいし、クッキーって呼んでる人いるんだ。はい、あんな細いもん何がいいのかな。え、そうですか。テリポッキーの人が嫌だってさ。カマン。エッセ。なんですか。ナイス。さあ、カンパッソ。178cm。例えばなんか NBA のなんかハイライト的な、はい、ハイライト的な、はい、ハイライト的なって、それハイライトじゃないですか。いや、の、はい、ハイライト的な、はいはい、話聞いてください。すいません、すいません、ごめんなさい、よくないですね。ハイライト的な TikTok を見たんですけども、はいはい、ハイライト的な TikTok、はい、ヨキッチどうなったんですか、あれは。あれヨキッチね、なんかね怖くないですか、あれ。いやでも、はい、あれ世間一般的にはどういう、なんて言われてんの、あの現象を。何、どのこと、なんかエルボーじゃないですか、違うの。なんかタックルしたみたいな。あ、そうですよね、ヨキッチエルボーですよね、ヨキッチショルダータックルか。いや、あれ絶対いや、最初にやってきた選手は、悪いでしょ、うん、いや、じゃああれやってること一緒じゃん。はい、まあそうですね、ただ強いか弱いかだけじゃん、はい、かわいそう、あれカミンスキー、うん、俺でもやり返すよ、見てくださいよ。平和に行きましょう、平和に。びっくりしましたよね、でも絶対喧嘩強いですよね、ヨキッチって。そうだろうな、普通の人ならあれ死ぬだろうな。死にますよね、あんなことやられたら。少なくとも、はい、あれ翔平さんやられたらどうなっちゃいます。いや、あれもうだからダンプカーと正面衝突。第一コート終わりました。はい、はい、膠着状態と言えるでしょう。そうですかね、はい、そうですね、膠着状態が続いております。さあ、ここでヘイワードの聞いてみましょう。いや、怪我あの時はね、びっくりしたよ。レブロンか誰かに吹っ飛ばされたんだっけ俺、今でも思い出すよ、あれ。足がね、ちょっとね、あれびっくりした、本当に怖かったよ、開幕戦でまさかあんなことになるなんてね。その年にね、マイケルより早朝ジュンジュンがボストンセルティックスにいたんだよ。だからね、早朝ジュンジュンです、呪いかなと思ってるよ。俺
せいか顔が似てませんね。そうですか。うん、さあゴリックアウさん注目の選手ゴリックエドン、レンちゃんが入ってきてますね。レンちゃんですね。レンちゃん、あれもいなくなったのかな。グラントもいなくなったのかな。オーレスグラント、はい、ちょっと今あポルジカ世代交代なのかな。そうですね、もうねだいぶチームを残念ながらセフォロー社もいません。セフォロー社、あーこれでえダンク行かなきゃ。どうでした今の。なんかいやダンク行かなきゃ。ダンクでしたか今のは。ダンク行きそうな感じに見えたけどね、でかいし。ドンチッチいる今。ちょっと待って。ちょっと待って。え？ドン？え？な検証してるこれ。え？してないですよ。ドンチッチ決めましたけど今。いや今これ検証してるだろ。検証してないですよ。何がですか？ちょっと全員背が高く見える。え、ああ、してないです、してないです、本当にしてないです。ピンタはしないですか、この場合。あ、でもそれどころじゃない、これ検証してる。全員20ステージ高くしてんだろ。してないんですよ、身長見ますじゃあ。え、いいですよ、止めてみますじゃあ、一回身長。いや、じゃあいい、じゃあいい。本当にしてないです。あ、そう、はい、ちょっとでかく見えたな、全員が。ああ、まあ確かに、前回がだって、あれ何センチ ?20 センチか。やってないよ、本当に。やってないですよ、本当に、はい。なんかでかく見えんな。お、いいっすよ、じゃあ見ますよ。いやいや、じゃあいい、じゃあいい。本当にしてないです、本当にしてないです。じゃあいい、はい、とりあえずドンチッチに決められないことを俺は宣伝してるんで。じゃあ許す、許す、許してもらえたってなかったら今まで。さあポルジンギスが、うん、うわっいけドンチッチ、やめてくれ。ピンタピンタしたい。さあ逃げたろ今。いやいや、止めたんですよ頑張って。あー弾かれたか。ちょっとバネがちょっとリングのバネがちょっとバネが緩んでる、はい、無理だろこれ絶対。これ2メートル90ぐらいなんだから。ちょっと2メートル90なんかやってんな。やってないですよ。2メートル90はないぞ。だってないですよ、それ嘘ですもん。どうですか今、うん、ナイスパス、ナイス。なんかうまく言えないんだけど。え、何？ライン踏んでました。あ、ドンチッチのパーソナルファール。ドンチッチのファールです。ドンチッチ？今うん？いや、なんで？今の何もしない。点決めたらつじゃないですか。あ、ごめんなさい。ドンチッチがファールしたらビンターかと思ってました。うまい！どうですか今の？ナイスプレー！オーマイグネス！ナイス！ナイス！なんかうまく言えないんだよそれ。ちょっと点差がついてきたんじゃないでしょうか。そうですね、24対18真珠さん操作してはやっぱ若干強さが増します。意地でもドンチッチにやられたけど。いやそうですよ、ビンタ痛いですもん、ね、ドンチッチがファールしてもビンタに行きます。なんでよ。あ、うまかったけど。おー、うん、どうですか今の。ブランドン・クラーク、うまかったです。八村君と同じゴンザガ大学。志村選手はどうしたんでしょうか。八村君聞けばよかったな。確かに今日聞けなかったですね。今日はちょっとパンビジョンさんに行ってきました。はい、はい、こいつもうやめる。よしいい、もうよしよし、ナイスイイッセイ。いやいや時間ない、時間ないよ。ちょっとジュンジュンさんがドンチッチにやられないことだけを宣言していますが、ショートクロック、うん、はい、それがやっぱり、はい、いい方に向かってます。あ、本当ですか、はい、やっぱり、はい、ダラスマーヴェリックスはドンチッチ、はい、そうですね、まあ、ちょっと逆にドンチッチ足りすぎな部分ありますからね。だからドンチッチを止めてしまえば、はい、ダラスマーヴェリックスもそこまで怖くないチーム、はい、はい、そういったことであります。これは他の NBA のチームも参考にするんじゃないでしょうか、このディフェンスを。そうですね、はい、現実の方がすごいじゃないですかこういうやつらって。そうですね、ドンチッチ、まあ、カリーもそうだし、はい、リラードとかもすごいですよね。だからただ中崎エレナさんはドンチッチだけに気を向いてはいけないと言っていました。はい、どうしました。よ、なんですか。よ、なんでもないです。あ、何、なんかまずいこと言った俺。いや、言ってないですよ。いや、普通にドンチッチ今決めたんで、点痛っ。ちょっと画面見てませんでした。痛っ、音入ってんだからこれ。びっくりした俺、なんか言っちゃいけない。中崎エリナさんの名前出しちゃいけないのかなと思った。いやいや、そんなことないっすよ。なんかすげえ、あいつの名前ガンガン出していいっすよ。ジュンジュンが なんか今ね、なんか変な空気流れたんですよ。なんか黙ったんです急に。もうなんか
なんかプルプル震えてたんですよ、ジュンジュンが。なんか変なこと言っちゃったかなと思ったら、ドンチッチゲンじゃない。あれ、中崎エリナさん何でしたっけ。あ、中崎だ。中崎エリナさんは何て言ったんでしたっけ。中崎なんですか。らしいですね。俺も前気になって聞いたんで。ザキなの、サキなの、どっちなのって。中崎って言ってましたよ。いや、中崎って言ってました。あー。で、それで、何でしたっけ。中入りが何か言ってたんですか。中入りさんはドンチッチだけに、はい、あの気を取られていると他の選手が大阻害になってしまう、はい、というツイートをしていました。あ、分かった分かった、全然画面見てないわ俺。画面見てくださいよ。ジュンジュンがなんか構えたら、あ、決めたんだなって思う。こんなに頑張って止めまだまだ俺と関係ないですか。あ、やっぱドンチッチ止めないといけませんね、こうなる、ね、そうですね、本当止めれないですね。77番がドンチッチです。はい、知ってます。なんで俺が落ちてる。うーん、聞いた。7月7日はドンチッチの日と言えるでしょう。あ、そうですね、はい、カナバタッチ、はい、さあジェフグリーン、あ、ジェフグリーン、はい、カミンスキー。ジェフグリーン身長小さくない。そうですね、178ぐらいでしたっけ。ちょっと、え、いじってない。いや、いじってないし。ジェフグリーンだけ身長小さくするっていうやつやってない。つまんねえ検証だなそれ。あ、うまい、めちゃめちゃうまいな今の。超うまいヘジでしたね。超うまいヘジでしたよね、うん、ちゃんとあの引っかかりました。ヘジ食べ行こう、ヘジ食べ行こう。新しいの持ってきたけど、やっぱ前回の前回からダメですか。勝てないですか。何前回穴行き、デリロデリロI can do デリロ。全く違う、全く、はい、NBA と関係ないらしいですか。あ、どうぞ、はい、モノマネ新しくレポート増えたんですよ。あ、そうなんですか、うん、はい、何ですか。アナ雪2。アナ雪2のモノマネですか、はい、どうぞお願いします。ごめん、あ、いっぱい。あ、惜しい。なんですかそれ。ごめんなさい、アナ雪見てないんで。アナ雪2、あ、大体アナ雪2ってあるんですね。見てないの。ごめんなさい、何のマネですかそれ。アナ雪2の歌ハーフタイム中継。誰と見たんですかこれ。誰と見たんですか。いや見てないよ。なんで知ってるんですか。なんか YouTube 歌流れてたから。本当だ、誰かと見たんじゃないですか。松たか子が、松たか子が 歌ったって話題になってたじゃん。辰馬かこ、松たか子って日本で歌ってないじゃん。辰馬かこ。はい、すいません、すいません。辰馬かこでもいいよ別に。はい、ごめんなさい。日本で歌歌ってないよね。日本で歌歌ってない。アナ雪の歌歌ってんじゃない。テレビで歌ってないよ。あ、そうなんですか。へえ、なんで歌わないですか。あいつに取られてるの、メイジェイに。いや、私は女優だからっていう。へえ、なんかかっこいいっすね、うん、あ、そうなんだ。それが何すか。いや、ただ海外のアカデミー賞で重くし歌ってたっていう。ああ、海外で歌うと。あ、なるほど、そういうこと。黙れ何げ3人怖い、ジュンジュン。何がなんかこっちですよ。すごい、なんか俺の情報のアラを攻めてくる。え、そんなことじゃないよ。あ、トランポリンを片付けていく。片付けちゃってるじゃないですか。はい、トランポリン。なんで見せてくんないんですか。しっかり片付けていく。あ、ドンチッチやりたそうですね、トランポリン。ちょっとちょっと、でも C4 投げたいんじゃないですかね、どっちかっていうとね。 C4 投げたいと思う。はい、やっぱユニフォーム破るんでこいつは、うん、自分のユニフォームをビリビリに破くっていうね。あ、32対26、まあでもいい勝負じゃないですか。ちょっと前半の終わりがけにドンチッチが、はい、絶対順々そう出してるな、このやり方。これはそうですよ。あのドンチッチが若干活躍してたんで、若干点差が縮まりました。打っちゃった。そうですね、ドンチッチが、あ、出た。あれあれじゃないですか、あれ。リバウンドファウル。はい、リバウンドでちょっとピボットで取られないようにして、でアウトオブバンズになっちゃうっていう。ああ、アウトオブバンズだったか。え？なんか多かったね今。はい。あ、フォルジはでかいな。でかいっすね。いくらなんだっけこいつ。2m21 です。2m21 だっけ、はい、もうちょ、あ、そうか、2m21 か。多分合ってる、それは。信じてください。はい、本当かな。信じてく、え、何。いや、本当かなって思って。確かでも俺も 2m、 いや、フィートとインチで 2m21 だでしょ。よく知ってます。なんで知ってるんですかそれは。いや、誰でも知ってるだろう。いらないですよ絶対。あ、身長には詳しいんです僕。あ、そうなんですね。はい。あんまそういう、歩いた歩いた今、うん、いい勝負ですね。でも、うん、いい勝負になってきました。ただスピードターのフォックス止められるのか、ドンチッチ。フォックスフォックスフォックス。ああ、お、いいステップバックから、うん、おー、ビハインドパス。あー、ハワードが、ハワードって誰よ。ヘイワード。
うん、どう間違えちゃうな。わお、鉄壁のディフェンス。今上手くなかったっすか。でも上手かったな。まずね、まずあ、よかった、よっしゃ。あ、ちょっとなぜダンクに行かない。ビビってますね。もらい足がなってなかった。うん、ちょっとミスが続いています、どちらのチームも。そうですね、点が止まってます。点が、お前ずるいってこれ。ずるいよ。あー、ポルチか。いや、ちょっとずるいっすね。 2m21 あるんで。知ってます、それは僕の情報です。はい、信じないからな、ジュンジュンさんは。お、いいハンドリングからの。いや、めちゃめちゃ早いんでね、フォッチャンは。フォッチャンと呼んでます、私。フォカッチャンみたいですね。そうですね。ファル、ファウルじゃない、吹かれない。やっぱり最近あんだから、あの、そうですね、はい、あの新ルール、はいはい、うん、最後リックエドン、ハーダウェイジュニア、またかよ。ハーダウェイジュニアっつってもあの ペニーの方じゃないですよね。ティム・ハーダウェイの方ですよね。ペニーそっちじゃないです。ああ、ゴードンが、あー、ちょっと厳しいシュートになってしまった。やっぱりエリック・ゴードンは、エリック・ゴードンのシュートも好きじゃないんだよな俺。このサンダーに来て、はいはい、やっぱロケッツのありがたが分かったんじゃないですか。あ、なるほどなるほど。ロケッツの時はね、完全にフリーにしてくれたでもあり。そうですね、はい。しかしここでは自分でフリーになるしかありません。かっこいいです ね。それが今のサンダーです。この現実を受け止めるしかない。しかし逆に一皮むけるチャンスと言えます。3秒だ。無理やり打ったか、ちょっと厳しかったっすね。ディフェンスが固くなってます。これアルチさんのチンチンみたいです。こんな形じゃありません、僕は。いびつな形をしております。してません。してないですか。やめてください。やだよ。いびつな形、いびつな形のチンチンのキャラクター、やだよ。ちょっと嫌ですね。まずいシキヤにそのキャラシキヤにして。あ、そうですね。うん、さあヘイワードが、うん、ちょっとこういう個人技になっちゃうなサンダーは。うん、あ、ドンチッチのいいディフェンス。うわ、うん、まあ、ここはミスマッチを生かして決めていきます。ジャクソン・ヘイズ、うん、今の良かったですよね。今の良かったです。はい、ああいうミスマッチを、うん、タイムタイムタイムワンツ。ここまで見てどうですか、アイちゃん。完全なる膠着状態です。はい、あ、C4 持ってきてません。C4 が用意されました。皆さん。はい。みんな好きですかね、C4 は。それを投げるかどうかは分かりません。はい。あ、投げそうですね。これ見てください。奥で投げてます。ダンス真ん中でダンス踊りつつ奥で投げてました。奥で投げてるのが C4 です。はい。はい、会場とんでもないことになっちゃいますよ、C4 投げたら。爆発するでしょう。まあ、そうですよね。はい。あ、6点差か。うん、全然わかりません。マジか、昨今ね。ああ、そういうことか。ここ近年では稀に見る、あの膠着状態ですよ、これは。あ、で打った。いや、ちょっと、おい、いや、ちょっと、やばい、前から、前から、あ、今前から当たり出してる。ビンタね。なんで、なんで前から当たったらビンタ。あ、分かった、分かりました。じゃあ前から当たったらビンタ。アウトバンス、いや、うん、多分、ああ、そうですね。なぜ外にいた。なぜいるよね、速攻走るときラインの外走るやつ。うん、ちょっと膠着状態かこれ。うわー、うん、追いついてきました。そうですね、いい勝負ですね、はい、俺がやったほうがやっぱ 見応えありません。見応えありますね。コンピューターだと思う。だってコンピューターだったら結構一方的な展開になっても、はい、あの全然空気が呼ばずにそのまま一方的な展開で終わるんで。そうなんですよ、はい、あー、惜しい、惜しいな。ワンフェイク入れてほしかったな。入れてもよかったですかね、ま、私が行く、俺に任せろ。これ必要かな、これ。ああ、誰だこのカンパストですよ、あのアルゼンチンの。知らないな。外すんかい。ほぼノーマークと言いました。打たれんか。どうなってんのこれ今。ダブ取りじゃない。ダブ取りですか。ダブ取り、ダブ取りガール、ダブ取りガールといえば長崎エリナ。長崎エリナ。ドンチッチだけ見ててダメなんですよね。ダメです。どういうことですかそれは。
あの外にパスされてノーマークになっちゃってみです。他の選手も見なちゃダメってことですよね。だからそうです、はい、あアルゼンチンのカンパスがあなぜなぜディフェンスの方に行った、なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いいね今の。すいません、うん、アレンジした。そうですね、調整入りました。残り15秒です。ここはあの普段コンピューターが変な感じで終わっちゃいますが、そうですよ、ね、ここは順次、はい、の操作なんでうまく終わるでしょう。結局変な感じで終わりましたそれか、ちょっと裏を書いて打ったんですけど、コンピューターに裏もクソもねえか。ないです、すいません、はい、表だけですコンピューターは。ここで第3終クォーターが終了。はい、次第4クォーターですね。これはキッズダンススクールですかね。これはキッズダンススクールです、はい、アシストオブザゲーム。あーあー、グリーンですね、はい、はい、グリーン。さあ第4クォーター2点差、いい勝負じゃないですかこれ。全然わかりません、まあ、盛り上がってきましたよね。忙しくなるぞさあ、待ってやめて。ここからいつジュンジュンのオールコートプレスが始まるか。やんないですよ。え、最後はやっていいんですか。最後はね、うん、負け、あ、くそ。逆にあのコンピューターをあの最後ね、はい、ギリギリ負けてても全然ハーフコートからいきますから、ね、そうなんですよ。さあ、パックうまい。あー、ディフェンスのいる方に誘導しちゃいましたあるあるですかこれは。はい、でい、うん、タイミングバッチリです。ありがとうございます。こいつめちゃんこ早いんでね、めちゃんこ早い。何すか今の、何すか分かんないですよ。ちょっと自分でも何言ってんだろうと思いました。あー、ゴリックエドン止めるんだ、こいつ止めろ。いや必ず来るよ、来るでしょうわー、カバーがいいです。さすがにジュンジュンさん操作だと、うん、おお、そっち行った。さすがフォックス、今のプレーは読み切れませんね。どうでしたか今のプレー。え、ナイスプレーと言えるでしょう、はい、うんなよ、うん、ドンティッチにやらせなきゃいいです。はい、そうなんです。やばい、ナイスセーブ、絶対打ってくるでしょ、打たないかー。あー、遠かったな、ダメ、ジュンジュン。いや、今の良くなかったっすね、はい、あれ我慢ですよ、はい、あれ我慢っすか、時間ないから飛んじゃったんでしょ。そうですね、我慢ですよ、我慢か、1秒あったんでね。あー、まずい、あー、これはビンタだ、大丈夫、ビンタだ、いけたー逆の手で来たよ逆シングルでビンタしました今。あ、順々らしい、あ、抜けてもあえていかない、うん、いやヘイワード打ってほしかったな。あ、打つべきでした、うん、ちょっとあのなんか形だけ気に、形ばっかり気にしちゃってます。なんか順々の悪いとこ出ました、はい、なんかポックやろうと、うん、やばいよ、いや入りすぎだろって言って今ちょっともう頬と首あっつだよ、首にめがけていってます今。いやあ、ちょっと、はい、あ、ま、まだやばい、43だ、あー43だブルブル震えてる。あー出た、ジュンジュンの、え、俺じゃないですよ、え、そうだし、その何も押してないですもん今、勝手に、勝手に、はい、勝手にですね、勝手に信じるしかないもんな、そう言われてたら。マイケル勝手に、マイケル勝手に選手そうですね、ゴール、時間ないよ。おー、ナイスカット、うわ、すごいナイスカットだ今。うわ、ディフェンスいいな、戻りが早い。え、あ、おー、すーごいターンオーバーの応酬、ホッ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 、3秒、ホッ、何やってんの何やってんだよ、すいません、ちょっとホじゃねえんだよホッホッホじゃねえよ
どうでしたかよ、あれもダメでした。あんないらないですかフェイク。あんないらない。ちょっとコルジの前でシュートは打てん。そうですね、2m21 あります、この人実は。来んなよ。コルジの身長聞いて俺に。コルジの身長はいくつですか。見たリジ見てんじゃんあれ。300番あれめちゃめちゃ面白くないですか。めちゃめちゃ面白い。いやー1点差スラムダーン。ナイスパスからのナイスダンク。ここまで見て何も気づかないですか青木さん。え、なんかやってる。やってます。え、待って。さあ残り2分半、操作してます私。これサンダーじゃないでしょ。どういう意味ですか。またが出た。え、何サンダーじゃないって。あ、操作してますよ。いや、コントローラーはあの振動が動いてるのは聞こえてるんで、はい、タイムアウト。サンダーじゃないとは。アルゼンチンじゃない。アルゼンチン、唐突のアルゼンチン。まあパンパスアルゼンチンだけど。だよね。そうですね。あいよ。1点差。ジャクソン・ヘイス。ナイスパス。ちょっと一応解説もしてください。お願いします。いやもう気になっちゃって解説をやめた。解説をやめた。うん、解説をやめた。え、何？って書いてる。ドンチ。え？いた。ドンチ。ドンチッチの身長低くない？ああ、いや低くない。いや、そう、何もしてないですよ。そこは身長じゃないです。え、何？まずい、これどうしよう。リバウンド。まずい。操作してますよ。え？操作してますよ。操作してるのダラスの方じゃない？お、いや違いますね。あ、そういうことか。違いますね。あんだよ、全然わかんねえよ。まずい。止める。よっしゃー。それじゃダメなんだこれ。さっき青木さんに言われた。え、何？え、ドンチッチ止められないな。何？もう気になってしょうがない。気になっちゃうぞこれ。Oh my goodness。この選手、この選手誰？ジャクソン・ヘイズですよ。ちょっと待って。これ残り1分切って3点差で負けてます。もうそんな気になる、どうでもいいもん。ちょっと。ええだよ、ちょっと地味に音もないし。え、どうに止められないんだけど、マジで。これなんでカンパスとか出てんの今。フォックス出せよ。全然わかんない。リングが低くない？すごいな、それやりたいわ、それできるんだったら。ファール、ファールじゃないの？もうでっかい、マイボー、取った。ほっ。どうしよう。どうすればいいですかこれ。うん？スリー。あーもうダメだ、勝てない。何？全然わかんない。わかんないですか？もう残り15秒で終わっちゃいますけど。やばい。終わっちゃう。最後まで言わなければよかったな。じゃあ逆に。え、な、全然わかんないもん。やっぱ前回ちょっと身長やっちゃったんで。体重？体重ではさすがにもっとわかんないですよこれ。普通に負けたし。負けたじゃん。ファールしなくていいもん。ファールしなくていい。サンダーじゃないんじゃないこれ。サンダーじゃないって何なんですか。なんでそう思ったんですか逆に。いや知ってる選手いないもん。まあまあまあ。アダムスいないもん。アダムス一席。いやアダムス絶対アダムス一席しないもん。そんなことないですよ。負けたじゃん。負けちゃいましたジュンジュンさん。いやドンチッチがほらあのプレーオブだけもルカドンチッチ。でしょうね。はい。痛いってこれ違うじゃん。痛い、これだってさリプレイだから痛い。しかも首元、ほっぺじゃなくて首元ってことで終わりました。はいはい、すごい気になってる。何？じゃあもう言いますよ、もう、はい、単刀直入に、はい、合ってました。え、
合ってます、まあ、合ってます合ってるけど、そのなんつうんですか、なんでそれなのか、まあまあ、あのサンダーじゃないです、これサンダーじゃないよね。はい、でもなんでサンダーじゃないと思ったの。いや最初からそう思ったもん、なんかでアダムズがいないもんだ。いやアダムズは本当にあのサンダーじゃないですね今。え何、あ今グリズリーズですねアダムズは。え何サンダー、はい、これ実はサンダーじゃないんですよ。何なの。もう俺が勝手に入れました全員。そうだよねいやそう思ったよ。いや嘘ですよ絶対。ジャクソンフェイズ、これペリカンズですね。え俺言ってなかったっけ。いやペリカンズ、うん、キングス、グリズリーズとか。あ、そういうこと。そうですね、みんなもう。いや俺でもあのロケツです。あのそうだよね、ベルコードロケツです。いや俺だ、はい、あのいや違う違う、でナゲッツ、ホーネッツ。いや、はい、俺だから、はい、どっかのチームが丸々サンダー、はいはい、あなるほど、はいはい、分かんないよ一人一人持ってこられちゃったら。どっかのチームが、いやだから最初はあの例えばですけど、うん、まあ、マブスじゃ分かっちゃうか、もっと、まあ、マジオーランドマジックとかで全部取っ換えてやろうかなと思ったんですよ、うん、まあ、多分マブスとかとバレちゃうじゃないですか、ドンチッチがサンダーにいたら、うん、もう絶対さすがに気づくじゃないですか、うん、そうだからあの片方だけで、しかも俺が勝手になんか絶妙にアウさんが名前知ってるけどあれどこにいるんだろう今って選手をかき集めました。いやだったらアダムス入ってたら絶対分かんなかったね、はい、あそっか。いやでもだってそれはもう元々いたじゃないですか、はい、だからまあそこだとちょっとなんか分かりにくいなと思ったから、絶妙になんかヘイ、それこそヘイワードとか、うん、あのエリック・ゴードン、うん、絶妙に知ってるじゃないですか。まあちょっとどこちょっと怪しいじゃないですか、うん、どこにいるか、特にヘイワードなんてじゃないですか、うん、ホーネッツなんですけど今。ホーネッツ、はい、今ホーネッツなんですよっていう検証でした。果たして俺が完全作った架空のチームで絶対分かんないっていう。いやこれは分かんないわ。分かんなかったですか。いやだから、はい、いやなぜ、はいね、このサンダーなのか。ああ。で明日別にこんな試合ないです明日。ずるい。嘘つかれちゃったらダメじゃんだって。いやいやいや。嘘ついちゃダメじゃん。いやだからそれはもう検証だったんで。はい。こんな試合ないです。いや嘘つかれた。これ大変だったんですから選ぶの。誰だろうな、なんかアウさんが知ってて微妙なせなんかそのチョイス、うん、がすごい大変でした。まあでも知らもちろん知らない選手もいると思うんですけど。いやほとんど知らないけどな。デリロー、デリロー、 I can to デリロー、デリロー、デリロー。